誰を憎んで戦うのか、そんな疑問を覚える余裕もなく命を落としていく戦場。絶望と悲劇の中で武器を捨てた兵士たちは、敗戦の現実を前に明日の運命をどれほど予測できただろうか。神話帝国政府を応して米英士と四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。日本国軍隊は完全に武装解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。最前線ではポツダム宣言の内容など知る機会もなかった。旧オランダ領ジャワ・スマトラでは新しい戦いが始まった。目覚めたインドネシア民族が独立を宣言したところへ、旧宗主国が次の支配者として戻ってきたからである。日本の敗戦で解放されたはずの自分たちの国、それを本当に手にするための独立戦争、その戦争に力を貸した日本兵たちがいた。いろいろ思い出していただくために、この40年間彼が関わった全てのシーンを編集して持参した。ほとんどの残留日本兵たちが家族に連絡もせず、ひたすら生きることに懸命の時代、帰国は夢のまた夢であった。最初の一時帰国者吉永早押氏を羨む戦友たちは、望郷の思いに涙を逆流させた。スバギオ、かつての陸軍兵長志田康夫である。私は考えてみてください。今43歳でしょ。日本にいたのがね、21歳ですから、21年ですからね、この実際上ね、もう長いんですよ。もう大事な故郷ですよ、運命ですね。もうだから私たちはもう邪魔な地に骨を埋めるつもりですよ。スカント元陸軍兵長元坊隆俊、ここまで生きるなんてその当時は考えてなかったですよ、しかしジャングルの中へ入った時はね、やっぱり月夜の晩なんか、日本に帰ればよかったと思ってね。どうしとるじゃろうか、うちのお母さんはおるやろうか、お父さんはおるやろうか、もう全然連絡はないでしょ。まあいろいろ考えてね、悲しくなったことがありますよ、本当にね。インドネシア陸軍予備少佐アンソル・ディーン、タイは年を日本人で、その日本の国に入ってた人間、それが全部陸軍の砲兵装填、そういうものがあった関係上、日本語でその戦闘でも何でもやったわけです。なんかね、重なった3回とか、小隊教練とか、号令も全部日本です。頭右とか、歩調取りとか。元憲兵軍曹井上盛雄は、葬儀自動車会社社長ハシムであり、岐阜県出身の熊崎正造は、かつての独立軍の中尉スマルソノである。変転極まりなき人生航路を歩んだ末、インドネシアを第二の祖国と決めた軍像がここにある。それぞれに事情があり、考えがあり、いや、もっともっと切実な動機から身を処したとはいえ、みんなおしなべてどこかで人生の歯車が狂った男たちなのである。モハマッド・ジャパル、吉永駿夫もその一人である。
映像に綴られた残留日本兵共通の自画像、その思いをついに果たせなかった人も大勢いる。1964年、昭和39年のドキュメンタリーに登場した方々は全員が奇跡に入っている。一時帰国の支援をしようというプロジェクトに来た手紙から受けた衝撃を、福祉友の会の初代理事長故石井正治氏は私たちにぶつけた。自決を考える以外に何が待っているだろうか。ここまでね帰ってくるのを私どもが見て、とにかく人事じゃないんです。これは残る理由はいろいろありますよ。自分から好き好んで残ったんじゃないんです。残らなければならなかった、残されたということがありながら日本からは捨てられてるんです。誰が自分の国へ帰ることをね嫌って残る者がいるんですか。そういうことを考えて、しかもそれに対して政府が事なかれ主義のような一向もしないというようなことは、我々にとって非常にですね、本当に捨てられたんだという気持ちが強いんです。じゃあこの異人種のこの異国にあってですよ、例えば我々がこの国の国籍を取っているにしても、これはやはり我々が何とかしてお互いに助け合わなければ、みんながもうこの自決する以外にはないというような心境になっていった時にどうするんですか。インドネシア福祉友の会ヤヤさんに足を運ぶ元幹部たち、独立戦争が終わった時300人を超えていた残留日本兵は14人に減った。最高齢は96歳、一番若い人で80歳。苦労続きの人生を歩いたツケが来て、みんな体のどこかが悪い。友の会の運営を2世に譲って久しいが、肝心なことは若いもんには分からんと事務所に足を運ぶ。福祉友の会の皆さんにこの取材から生まれた番組を見ていただいた。戦争の世紀のいわば犠牲者ともいえる残留日本兵の人たちの共有している問題を図らずも捉えた作品である。一年助さんはお金をようけ持って帰る、それで帰れば大工じゃし、親子3人働けばこれからは暗記になるで話しますのよ。そんなん聞いたら哀れんで、本当のことはどうしても言えません。奥さんと3人の子供さんはとても映像にする状況にはなかった。しかもチレボンの井上助義さんにお目にかけたテープは、事実は半分ほどに編集せざるを得なかった。チレボン兄さんも賢治が3人もの病人を連れて苦労しまして、本当もう兄さんが無事に帰ったんであれば、この苦労をささんで済んだんじゃなかろうかも思ったりしますけどな、こればかりはもう全て運命じゃからしようないんですよな。すまないです、賢治に。もしかして、しかしこれも運命だとか諦めた。これは戦争のおかげでこうなった。戦争がなかったら私はここまで来てないと。まあできれば手柄を立てて死ぬかまたの帰ると思っていた。戦争は人の生涯に何という罪をもたらすものか。彼らの時代、国のために家族を犠牲にすることは罪ではなかった。その奥さんなんですが、
この対面をね、大変楽しみにしておられたんですけれども、6月2日病に倒れられまして、そして私どもなんとか対面までというふうに願ったんですけれども、つい先日亡くなってしまわれたんです。兄貴、こんな格好で兄貴にお見えかるとは思わんの。まあ最後までとにかく、まあ兄貴に会いたいと言って、まあ生きとったわ。うん、生きを引き取ったんや。それだけね。もう一週間長生きしてもらえなかったんだ、飛び込まな。すぐ帰って、外国からここに引っ張ってくるってことできんだろうね。辛い相手はいいね。ひじゃお元気のところで帰って、あんな子に何相手で言っては、みんなに情報あっとったけど、やっぱり一言こうて恨みも話もしてはい、その時が来て、あゆるの骨を取れんしらありがたいと思うけど、考えることにしとこう。何もかも遅かったんじゃ。ご覧になってどう感じましたか？But there's one thing that I will always remember what he said. That he wished all his children or his grandchildren will never be in the war or something. いつも戦争の痛みを口にした彼の父は英雄墓地で眠っている。残留日本兵は全員英雄墓地に葬られることを最高の名誉と考えている。インドネシア独立に貢献したという究極のアイデンティティがここに凝縮されるからである。オツドさんらが取り組んだ友の会の大きなテーマであった。もう一つの時代が去ったという感じかもしれませんね。福祉友の会の縁の人の力持ちを演じてきた故オツド氏、自分の運命に多くを語らず土の下に持ち去った。東京出身の相沢海一郎さん、取材に随分同行していただいた。私は随分アンドイカレですな、これな。あ、もう今田さん、いよいよお年でございますからね。この時誰が、うん、詳しになるかな、これ。いや、もうお互いでございまして。彼らにとって、異国の土になるという意味に悲しみは出番がないように思える。満足して眠っているのは、インドネシアの土であり、彼らが日本人を捨て、インドネシア国民として与えられた名誉なのである。アジア民族の独立に関わるこの事実を語る人は間もなく歴史の奥に去る。インドネシア独立戦争に参加した日本兵は約1000名と言われる。独立までの4年半の戦闘で約400名が戦死、生き残った600名のうち半数が日本に帰り、300名がインドネシアで生きることを決意し残留した。彼らはその後インドネシア国籍を取得し、日本国籍を捨てた。2004年現在、ジャピンド、ジャパニーズインドネシアの一世残留日本兵は14人である。